どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回もですね、ご視聴者様が考案された武法陣を使った編成というのを紹介していきたいんですけども、今までの紹介動画の中でですね、使ってこられてなかったような武将もですね多数登場しますので、今回もぜひご期待いただけたらと思います。よろしくお願いします。そしたら早速見ていきたいと思います。まずお一人目の方なんですけども、ツイッターネーム令和おじさんたかしさんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。趙雲を主将と置きまして、でリクソンとサジをですね副将という形になっております。一応勢力一致はできてないという感じになってるんですけども、使ってる武将がですねかなり強いのばかりということになってますので、これはなかなか期待できる編成になってるんじゃないかと思います。でまずですね、趙雲ですね、こちらの固有戦法を見ていきたいんですけども、はい、洞察状態になり武力統率知力速度を40増やす、自身が主将の場合上昇値は50になるということでですね、戦闘に必要な属性が全て50アップしますよと。でですね、制御状態にかからないので止めることができないですよというのがですね、この趙雲の固有戦法ということになっております。で継承戦法にですね、操戦尺戦を覚えさせてますね。でこの戦法はですね、回復戦法の中でも最上位と呼ばれるぐらいですね、非常に回復力の高い戦法ということになってるんですけども、それがゆえにですね、発動した時としなかった時でですね、その戦況っていうのが大きく変わってきてしまいますので、安定して発動できるような武将に覚えさせるのも大事ということを今までの動画でもお伝えしてきてまして、でですね、帝風なんかがいいということをお伝えさせていただいてたんですけども、趙雲も例外ではないということになってますね。洞察状態になってますので、制御にかからないということになってますので、この操戦尺戦を安定して発動することができるということになってます。でですね、この回復量というのがですね、統率依存ということになってますので、趙雲というのはですね、統率も非常に高い上にですね、固有戦法で統率が50増えるということになってきますので、回復量はとんでもないことになってくるんじゃないかと思います。非常に趙雲とも相性のいい戦法になってるんじゃないかと個人的には思います。でもう一つの継承戦法、異謀必至もですね、武法陣のコンセプトに非常に合った戦法なんじゃないかと思います。義援か素樹から継承できるアクティブ戦法、発動確率 40% ということになってるんですけども、1ターンの間準備して敵軍集団に虚弱状態をもたらし、2ターンの間持続するということでですね、これをかけられた相手というのはダメージが与えられなくなるということなんですね。で武法陣というのは後半ターンになればなるほど火力が出てくるということになってますので、序盤をしっかりしのいでいかないかんということでですね、耐久力の上がる戦法や回復戦法を積んでるわけなんですけども、こういった感じでですね、一つ制御戦法っていうのをかますことによってですね、より耐久力が上がっていくんじゃないかと思います。複数あってもね、喧嘩するんで、やっぱり一つ二つでいいかなと思うんですけども、そのコンセプトとしてこの異謀必至は合ってると。でですね、運よく連チャンで発動することができたりしたらですね、逃亡状態にもできてダメージが与えられるということになってますので、その火力の補助という面でも役に立つということですね。でメインアタッカーはリクソンなんですけども、覚えさせてる戦法というのはですね、やっぱり火力に特化してるような戦法が多いということになってますね。一つは新三希望ということで、2468ターン目に敵軍2人にそれぞれ 75%、105%、135%、165% の計略ダメージを与える、かっこ知力の影響を受けるということになってます。なんで後半ターンに、強いような編成にはですね、この新三希望というのは非常に合ってますので、その武法陣を使う時にはですね、是が非でも覚えさせたい戦法ということになってるんですけども、継承出どころが芝居だけということになってますので、シーズン2の時にですね、芝居を2枚ぐらい引いてないと入手することができない継承戦法ということでですね、割と高級なところはあると思います。なんですけども、こんな感じで効果というのは絶大ということになってますので、ぜひキープしておきたい戦法になってるんじゃないかと思います。でもう一つの継承戦法、刮目相対に関しましても武法陣とのコンセプトには合ってますね。戦闘開始後3ターンの間通常攻撃ができなくなる代わりに回避効果を 30% 増やす、4ターン目に知力を68増やし、敵軍全体に計略ダメージを与えるということになってますので、そのリクソンっていうのはもともと知力が高いんですけど、それをさらに増やした上で、超火力のダメージを与えるということですね。でそれまでの間はその回避も得られて、リクソンを守ることにもつながるということになってますので、ほぼ一体の戦法ということでね、両盟からしか継承できないので入手難度っていうのはそこそこ高いことは高いんですけども、この武法陣の編成にはですね、利用してる方が非常に多い戦法ということになってますね。
で、武法人に限らずともですね、写食弓であるだとか芝居立てみたいな編成にも合ってるということで、後半ターンに強い編成にはですね、欠かせない戦法になってるんじゃないかと思います。で、もう一人の副将のサジーなんですけども、こちらの武将には無刀飛軍と武法人を覚えさせてるということになってますね。弓兵の編成ということでですね、兵種戦法を覚えさせてるということになってると思うんですけども、こちらを覚えさせるとですね、自軍全体の統率速度が22増えて、1ターン目に敵軍2人を中毒状態にして毎ターンダメージを与えると、で、知力の影響を受けるということになってるわけなんですけども、そうですね、まあ唯一この編成でいじるとしたらここかなという気はするんですよね。まあ無刀飛軍非常に強いんですけども、どちらかというとですね、火力寄りの、戦法ということになってますよね。で、これ僕の個人的な考え方ではあるんですけど、武法人っていうのはその火力が少なくて引き分けてしまうこともやむなしでですね、それでもやっぱり長いこと耐えてもらって後半ターンにかけるっていう戦い方の方がいいんじゃないかと思うんですよね。やっぱりいくら強くてもですね、その後半ターンまで部隊が壊滅せずにですね、耐えることができてくれなければ進化も発揮できないということになってると思うんで、やっぱり耐久力をアップさせる戦法ですね、イブ軍民とか残壁砲とか、あと騎兵寮墓みたいな戦法ですね、こういうのは一つはね、積んどった方がいいんじゃないかと個人的には思うんですよね。で、この無刀飛軍のところはイブ軍民なんかに変えても割と問題がないのかなという気がするわけなんですね。で、イブ軍民という戦法はですね、劉備を餌とせないかんということでですね、非常に高級ではあるんですけども、その分ですね、その戦闘開始後3ターンの間、自軍2人の余ダメージと非ダメージを 26% も減らしてくれるということで、で、4ターン目に回復もしてくれるということで、後半に爆発してもらいたいという編成にはですね、非常にマッチした戦法ということになってますので、こちらをですね、覚えさせることによってですね、こちらの編成もさらに強くなるんじゃないかと予想されます。もしこの令和おじさんの編成がですね、使ってみてちょっと耐久力足りないなみたいなことがあったらですね、無刀飛軍をイブ軍民に変えてみてもいいんじゃないかと思います。ご応募ありがとうございました。で、次の編成はですね、ツイッターネーム山の民さんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。また朝鮮を主将とした編成ということで非常に人気ですね。なんですけども、今回の編成ではですね、陳旧ですねをメインアタッカーとして使う編成ということになってるみたいですね。これは非常に珍しいんじゃないかと思います。陳旧自体ですね、そんな使われてるのをあまり見る機会がない武将ということになってるんですけども、ちょっと固有戦法をおさらいしてみたいと思います。はい、百景多宝とありますね。式戦法ということになってますので安定感はあります。毎ターン 70% の確率で敵軍単体に逃亡兵を発生させるということで、これ逃亡状態にするっていうことかな。ダメージ率 140%、 知力の影響を受ける防御が無視ということになってるので、破陣みたいな効果があるっていうことでしょうか。なんでこれ火力は結構高いんかなっていう気はしますけどね。で、 70% の確率ということになってますので、発動も結構してくれるんじゃないかと思いますけどね。まあただ敵軍単体ということになってますので、これの火力っていうのがどのぐらい出るのかっていうのがですね、ちょっと予想がつきにくい戦法ではあるんですけども、まあ、陳旧というのは知力も高いんでね、その火力っていうのをまあかなり出るんじゃないかという前提でですね、組まれてる編成ということになってると思います。で、もう一人の副将にカダを使ってますね。で、イブ軍民と滑骨領土を覚えさせた上でですね、固有戦法の性能でも回復していくということですね。戦闘開始後4ターンの間、自軍2人の統率を40増やし、応急効果を獲得してダメージを受けるごとに 50% の確率で兵力を回復するということになってます。で、この統率を増やしっていうのもですね、式での統率が増えるということになってますので、で、またそのイブ軍民なんかの耐久力アップって言ったらいいんですかね、なんかもその統率が増えることによって数字が上がっていくみたいなところがありますので、このカダとイブ軍民であるだとか、あと武法人もちょっと絡んでたのかなっていう感じでですね、割と相性が良さそうな武将だなということですね。で、細かい戦法内容とかでですね、その先ほどの令和おじさん、たかしさんの編成の時に一個一個見ていったので、ちょっと割愛したいかなとは思うんですけども、まあ、この編成は仮にいじるとしたらやっぱ朝鮮のところかなと思うわけなんですね。朝鮮に覚えさせてる戦利遅延ですね。これは友軍全体を擁護し、自身の統率を40増やすということになってるんですけども、なんで陳旧やカダの代わりにですね、通常攻撃を受けるということになるわけなんですね。
なんですけども、この朝鮮ってそこまでむちゃくちゃ耐久力の高い武将でもないかなと思うわけなんですね。で、海北戦法は加の固有や滑骨領土がありますし、あと伊部軍民なんかで耐久力も上げてるんですけども、それでもですね、朝鮮にどうしてもダメージが集中すると思うんですよね。その固有戦法、相手のその戦法でのダメージっていうのもカットはしてくれるはしてくれるんですけども、その通常攻撃に関してはカットしてくれないということになりますので、このむちゃくちゃ耐久力が高いともう言えない朝鮮にですね、そのダメージが結構入っちゃったりすると、その武法陣後半まで耐えてもらうっていうコンセプトでですね、ちょっとずれてくるんじゃないかということでですね、ちょっと怖いかなという気はしますね、朝鮮にこれを覚えさせるのはね。で、その分ですね、魅惑なんかを覚えさせて、その相手を制御状態にするっていう狙いがあるみたいですね。その千里遅延で引き受けて、で、このカウンターで魅惑を発動させれたらということだと思うんですけども、朝鮮のこういう戦法でも制御状態っていうのは付与できますので、魅惑まで覚えさせてしまうとちょっと喧嘩してしまう可能性も出てくるかなというところなんですね。なんで、もう一つ奮戦力闘デモっていうことを書かれてたので、まあその朝鮮を守るという意味でもですね、奮戦力闘を覚えさせて、まあ回復させる方がまあいいかなとは思うわけなんですけども、僕だったらちょっともうこの千里遅延を覚えさせるっていうよりはですね、もうその陳旧に覚えさせてる武法陣ですね、これを朝鮮に移したいかなと思うわけなんですね。やっぱり陳旧がメインアタッカーなので、やっぱり火力が出るような戦法を2つ積みたいかなというところですね。で、さらに朝鮮に耐えてもらうためにですね、活目相対なんかを覚えさせて回避率を高めるということですね。これによってダメージが当たらなくなると可能性が出てくるということでですね、で、さらに4ターン目には、知力系のダメージを与えると。で、朝鮮というのは知力は結構高いので、この火力というのも期待できるということでですね、ここは攻防一体の活目相対なんかを覚えさせるのがベストなんじゃないかと個人的には思いました。で、陳旧の武法陣が空いたところですね、ここには兵務情勢を入れたりしてもいいと思いますね。通常攻撃3回目の時にですね、ダメージを与えつつ回復もしてくれると。で、これ両方知力の影響を受けますので、知力の高い陳旧には非常に合ってるということになってるので、まあ代わりの戦法って言ったらこれになりますかね。やっぱり回復一辺倒でもいかんですし、あとまあその火力一辺倒でも怖いということになってますので、こういった兵務情勢であるだとか活目相対っていう戦法はですね、武法陣を組むときには有効に活用していきたい戦法になってると個人的には思います。はい、いかがだったでしょうか。今回も武法陣を使ったご視聴者様のご提案編成というのを紹介させていただいたんですけども、もう陳旧とかは全然考えてなかったっていうところがあるので、やっぱりそのプレイヤーの数だけでですね、アイデアが出てくるこの武法陣っていうのはですね、この三国新戦というゲームを盛り上げるにあたってですね、非常に登場して良かった戦法になってるんじゃないかと思ってます。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。